おはようございます、ねるさん。今日は8月14日の水曜日、収録しております。そうそうなあくび。よしよし。元気そうです。おはようございます、めいちゃん。調子はどうでしょう？最近ね、ずっとね、3時半に、ね、起きてたんですけど、ちょっとね、遅くして3時45分にしてるんですよね。で、ちょっとね、朝日が見れるかなと思ってるんですけど、全然変わらんすね。真っ暗。まあ、さすがにまだ真っ暗か。まあ、もうちょっと遅くしてもいいな、起きるの。気持ち明るくなってくるぐらいのなんか拝めてもいいよね。毎朝ちょっと暑くなってくるからな、それは嫌やねんな。婚活に夢中やな。ここね、家の近くのねホテルなんですけど、パンダがくつろいどるんですよね、ずっと。なんかソファーでくつろいどるんですよね。よし、ねるさん、行くぜ。よっしゃ、スイッチ入った。よし、しょしょしょ、おお、暑いな。よし、はい、到着。おはようございます。今回もご視聴いただきありがとうございます。今日はね、もう8月の完全に半ばになっているということで、前回も言ったと思うんですけど、朝の散歩の時ちょっとね、あんまり暑くないんですよ。まあ、涼しいっていうことではないんですけど、全然ね、蒸し暑さの感じがマシっていう感じですよね。だいぶだから、こう日が落ちてからは過ごしやすくなってきたかなって思いますね。まあ、日中はね、全然ダメですけどね。まだまだあかん。まあ、8月後半に差し掛かってきたら徐々にこう温度は下がっていってくれるのかなっていう気はするんですけども、どうなることやら。でね、今日はね、何をしたいかと言いますと、これからね、関西の方にね、向かいます。弾丸で今日の夜に帰ってくるんですけど、これから朝一で向かって、で、兵庫県なのかな、兵庫県の方に行って撮影が一本あるんで、そこで撮影してから帰ってくるっていう感じになります。久しぶりにね、関西帰るっていうことで、まあ、この子たちがいるんでね、あんまり長居はせずサクッと帰ってきたいとは思います。で、まあ夕方ね、間に合わないんで、シッターの方に来ていただいてね、お散歩とご飯としてもらおうかなと思ってます。なんで今日は久しぶりに新幹線に乗る日ですね。ちょっと個人的には苦手な、まあ、たまにある移動日ということで、楽しんでいきたいなと思いますね。まあ、新幹線乗る前はたくさん食べて、で、新幹線の中では寝る。あんま体調ね、悪くならんようにしたいなと思いますね。
なんか酔っちゃうからね、ほんま新幹線の中でなんかしてだすと、新幹線こうパソコン作業なんてしだすともうものの 1,2 分でダメですよ。徐々に気持ち悪くなってくるんですよね。やっぱこうスマホをこの距離感で手で固定して見てる分には問題ないというかね、なんなんでしょうね、結構やっぱ揺れてるからかな。映画とかもねあんまり見れないし難しいんですよね。で実際本買って持って行ってても長時間は読めないですよね。まあ、ちょっと読んでちょっと読んでってやっていく本にはね大丈夫なんですけど、だからまあ持っていくとしたら物理的な本とかをまあ買って持っていたりするかですね。今持ってないんでまあ家にはないんでね、ということで用意していきたいなと思います。ネルさんね、最近はねハウスの中にずっといますね。あそこ好きなんですよね、すごい。あそこの中でああやってゆっくり過ごすのが気持ちいいのか何なのか分かんないですが、よくあの中にいます。サイズ感がちょうどいいんでしょうね、可愛いですもうすぐ寝ようとしてる、まあ、昼間結構多分寝てるんでしょうね。12時間後に設定しときます。これで帰ってきたら完璧に仕上がってるでしょう。毛布と布団新しくしました。めっちゃ綺麗ですよし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 、ふかふかやな。寝るはあそこでおる、ずっと。よしよしよし、泣いてくるわな、おちょこち。はい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 、はい、寝るぞ。よっしゃ、えみちゃん、やん、ほな行ってくるわな。ひとまずね上野の店の方にね向かいます。で機材を取ってで準備してから東京駅まで行ってね新幹線乗りたいと思います。今日はねなんかこの後雨降るっぽくてですね、天気予報的に。だからだいぶ涼しいですね。なんか日光が全然出てきてないというか、まだまだ割と明日明後日もね雨マークついてたんで、どちらかというと涼しい習慣になるのかな。これから吉野家さんで朝定いただきます。納豆久しぶりや。めっちゃ人多いです。夏休みやからかな。あ、じゃあお盆や、お盆やから人めっちゃ多いっぽいっすね。はい、新大阪着いてね、次は JR 神戸線に乗って住吉駅まで行くんですけど、ちょっと時間があるんでね、この辺歩いてみたいなと思います。この JR 側のね、新大阪駅あんま歩いたことないんですよね。あー、結構酒飲めるところがあるんすね、いいっすね。あ、結構売店がしっかりある感じやな。だし茶漬け、あ、めっちゃ充実してますね、売店屋さん。いい感じ。あ、そしてスタバもあるし、その横に本屋さんもあるし、めっちゃ充実してます。さすがです。さて、東灘区文化センター着きました。宇原ホールです。ここで撮影していきます。ここは住吉っていう駅で、街並みはこんな感じで、あ、ロイヤルホストある。割と住居って感じですね。撮影終わりました。アンパンマンの自販機ある
すげえ。こんにちは、僕アンパンマン。めちゃめちゃいい店見つけました。新大阪です。ここで腹いっぱいにしてから新幹線乗りたいと思います。元気や、元気元気元気、寝とったやろ。よっしゃ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 、行こう。よしよし、散歩行ってもらったよな、よかったな。よし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 、でも元気か。よっしゃ、ちょっと休憩させてな。はい、帰ってまいりました。超弾丸旅でした。あんまね、何もできなかったですけど、めっちゃでかいね、ウハラホールっていう撮影で呼んでいただいて、めちゃくちゃ楽しかったですね。すごいスタインウェイのフルコンで、D274 でめっちゃいい音してましたよ。ということで関西に帰ったという一日でございました。元気か。やばい、超かわいい。皆さん最後までありがとうございました。今回もね、めいちゃん超かわいいと思った方はぜひ高評価をお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。